基本的に一人でトラックをいろんなところに行ってじゃなきゃこんなことやってねえと思うんだけど。確かに。まあ、行くこと自体がボツになったから、ね、あれなんだけど、今年、まあ、先週ぐらいまで2週に1回岡山に行きます。岡山、はい、仕事でね、マラソンの仕事でね、うん、岡山大会がそんだけ重なって2週に1回岡山に行ってるようだったから、1回岡山のセレファーってやっといた方がいいかなって。ディズニーだよ。そう思って、そうなって、その後、岡山にあるんですよ、和集山ハイランドっていうブラジルのテーマパーク。そんなのあるんですか。そうだけど、でかつ岡山駅から電車で30分ぐらいの距離、そこまで調べたんだけど、さすがに仕事終わってからそこ行くってなるとちょっときついのでやめました。なんか岡山っていうと結構前のセナさんの動画ですけど、うん、サーキット場のあの、うんうん、ね、あの動画とか見てました。今年も行ってきたよ、岡山。まあそうなんですか。あ、まだ動画未編集の中なんで、ここに入ってる、ね、飯がすげえうまいの。ゲームマイネーションの動画なんで、まだ編集されてない状態があるんですよ。気が向いたらそのうちに編集して発表します。どうぞお湯割り。はい、了解です。お酒って飲み放題で続けますね、やっぱり。してます。東京とかちゃんと帰れよ。はい、よかった。まあ、飲み放題だともったいないって思っちゃいますか。確かに飲まないともったいないですけど。そうですよ。3杯、2杯3杯でもったいないですよ。あの、パンピルだって。確かに飲んでないお前が言うなよって状況だよ。いまいち感じに焼けてる。分かんないけど。まあ、言ってマジ噛んだところ。牛乳が表面やったら大丈夫なんで。いろんなもの取れたわ。どれ使うか分かんないから使わねえってこともね。まあ某音ゲー以外は大丈夫じゃないですか。まあ音ゲーは権利関係で難しいかもね。セラさんと音ゲーをやってきたんですよ。要するにセラさんが普通に音ゲーをやったことがあるって言って、みんなでゲームのやつをあげてました。そのシーン動画上げたら絶対で新しいコンテンツだって見るが、YouTube 戦略じゃないですか。しかもそうそう、アリスさんいて、二人同時プレイってなかなかナイス。確かになかなか確かに貴重な光景だろうな。じゃあそのうちあれやってみるか、マリオカート VR。 すげー見てみたい。います。芋のお湯割りお願いします。芋のお湯割りですよね。はい、あ、お肉も割れた。2回目から有料になりますから大丈夫ですか。じゃあ最初はフリーです。アミコパン、はい、からの全然、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。
すいません。あ、全部ソース入ってる。そういえば、そういえばタン食べたいって言ってましたね。タン食べる。牛タン塩ですけど、大丈夫ですか？タンか、ヤゲンナンコプ。ヤゲンナンコプ。あ、さっき言ってたやつだ。ヤゲンナンコプうまいんで、激辛なヤゲンナンコプありますか？激辛じゃない。あの、自分辛いの苦手なんで。了解でーす。でもね、その激辛って、あの常識的な激辛なんですよ。あ、おい、ごめんなさい。なるほど。あの、常識的な激辛も好きですよ。じゃあ、まあまあ、普通でいいね。じゃあ、普通の方でいきましょう。YouTuber 的な激辛じゃない。ああ、YouTuber だけ言ったと俺、あの、食べちゃうんで。すいません。今、3枚って、あの、答えします。ありがとうございます。はい。実家、居酒屋なんですよ。普段全然飲まないから、久々に飲んだ。結構気がする。いやでも本当ちょっと未だに今の状況が信じられないくらいな感じです。大興奮、久々に。そんなもんですよ。僕だってね、人の子ですよ。でもあのやっぱりさっきもアリスさんが言った通り、運命的なものを感じたっていうのは僕もやっぱありましたね。やっぱりあの最初のもう何年も前ですけど、2年、3年だな、あの初めての動画を見てから何か通ずるものがあると。特にあの免許の髪の毛のこれ、俺あの動画俺何度も見てますからね、最初の頃の。やっぱそういった自分の感覚っていうのはまあ間違いじゃなかったんだろう。あ、ごめんなさい。バグが来てない。失礼します。はい、はい、どうも。ヤゲン軟骨お願いします。ヤゲン軟骨、はい、あと牛タン塩、牛タン塩、はい、あとこれヤングカルビーっていうのをお願いします。ヤングカルビー、はい、以上で、はい、はい、ありがとうございます。ヤングを気取って、ヤングを気取って。ヤングじゃないと。ヤングっていう年代ではないんですけどね。どう、30とか30までかって。ヤングではないですね。だって2回目声かかったじゃないですか、津田さんから。やるよね。そう。アルコールレビューやるよねって言って、結局そのアルコールレビューしなかったっていう。いやでも、そうやって本当、あの実際津田さんの動画見てる人からしたら、すごい光栄な状態で、うん、で、さっきからアリスさんの話聞いてて、うん、確かにって思うこと、すっごいある。それこそさっきの運命っていうこと、うん、ちょうどお手洗い行ってるもんな、そんな話をしてたんですけど、うん、やっぱり何か通ずるものがあって、うん、こうやって参加するのかなって思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。会いに行けるユーチューバーのコンセプトは崩さないでいこうと。確かにいいっすね。ぜひ会いに行きたい。さすがに海外は気軽に会いに行く。そらすみませんね。いや違う、あれは社会ディズニー。世界を見据えてやるんで。それでも最近上海ディズニー多いですもんね。日本にいないことが多い気がする。海外で、ね、
海外にいる人で会いたいという人がいるかもしれないから、ワールドワイドになるわけですね、YouTube、 YouTube も世界ですからね、日本だけで見てる人じゃない可能性がね、確かに中国みたいに YouTube 見れないよ、見れないけど、違う名前でね、いますからね。すげえ矛盾してると思うけど。台湾では見れない。台湾、3泊4日で行ってきますか、ね、海外部長行ってみますよね、やっぱり興味があります。興味があるんなら、悪いこと言わないから、パスポートだけまず作ろう。あ、なるほど、なるほど。基本ですな。そう、まずはパスポート、10年パスポートをまず作っちゃう。じゃあここで行きます。来年セラさんと海外行きますわ。おお、行きますわ。2019年、来年行きます。行動力が違います。お待ちしております。年内にパスポートだけ作ったんで。パスポート作ろう。いや、ほんとね、年間パスを作るのと考えたら、パスポートなんて1万円で作れるんだって。あ、結構安い。そうですね。年パスって出ますもんね。そうそうそう。まず、行く行かないは置いといて、身分証代わりの感覚で、まずパスポート行きましょう。自分どうしてもミスティックマナーだけ乗ってみたいんですよ。うん。あれ面白いよ。そう、やっぱタワタヤとカイムツーアタッチュなんですか、うん、でやっぱタワタヤ結構好きなんで、うん、まだどうしても乗ってみたいんですよ。まあちょっと行きましょう、行きましょう、やっぱ行きたいなっていうのは。ビッググリズリーマウンテンも行きましょう。あやべ、すげえ気になるマジで。マナーって旧ラインにハイタロウ3世がいるんじゃない。ただね、俺ミスティックマナー2回乗ってきたんだけど、2回ともパスポバス使っちゃったから、ハイタロウ私旧ラインに入れてないんです。あ、なるほど、パスポバスだと確かに。でもあれですよね、旧ラインってその飽きさせないために作られてるわけだから、うん、めっちゃくると、うちの彼女がその絶叫系乗れないので、並ぶことさえできないわけですよ、ランドシーンって、うん、結構その旧ラインが結構楽しかったりするわけですよ。フラッシュマウンテンだって待ってる間にいろんな仕掛けがあるわけじゃないですか。タオゼのアウターキューっていいんですよね。うん、あんまり使われないけどね。そうそう、タオゼのアウターキューほんと素晴らしいんですよ。すっげー気になる。それを見るためには入場宣言レベルが必要かなって思ったんですけど、土日でめっちゃ混んでる時にぜひね、160分待ちの時に並んでいただきたいかなっていう。その時じゃないと見れない。そうっすね、そっちに行かないもんね。確かに、確かに。ぜひね、混雑してる時に倒せ、逆に並んでほしい。そう、平日しか行かない人は、それこそその休日もね、旧来見えないもんね。存在自体を知らない。確かに、なるね。すぐホテルの中になっちゃいますもんね。そう、トリケットミラコスだ。あ、違う、ホテルたは入ったのは中の中なんで。そういった意味ではね、一回動画作りたいなとは思うんだけどね。この間、そのなんだっけ、ハロウィンの時のコンテンツマンション、コンテンツマンションとかようにね、はい。確かに Q ラインの動画って上がってましたもんね。うん、うん、あれも見てた。インディーはやっぱインナー球が素晴らしいんで、やっぱ20系のインナー球も結構いいですよね。そうだね、解説しながらあれ、そう、いまいち解説覚えてねえじゃん。一回見えじゃないですか。いまいち覚えてない。そう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 、ね、条件は言えないですけど、それを見てから 20K に乗るとまた素晴らしい感じですね。ちょっとね、ここではね、明かさないですよね。そう、そうですね、来年あたりにセラさんと行きたいなっていう、まあ、自分英語とか全く分からないので、やっぱ一人で行ってきたい人
って手に行くのつらいんで、そう普通そうだよね。確かに言語の壁みたいなものは感じますよね。そうだよ、普通一人で上海行こうとか思わないの、ね、すごいクレイジーだなってちょっと思うわ。俺も専門学校の時にアメリカ行きましたけど、やっぱり何人かいたから行けたみたいなところがありますよ。やっぱ行ってみよう気持ちはやっぱ強いんで、うん、今回上海、一人で上海行ったのは今回初めてなんだけど、すごいようやったわって思う。行ったところでさ、電車もわかんないし、確かに知り合いに言われたんですけど、タクシーで持ったくれるからやめとけって、ね、空港から始まるって言いますよね。そうだね、持ったくりは、うん、持ったくりのタクシーの客引きは空港に担保してますね。空港の、ウェルカムゲートあるじゃないですか、なんか何々様ってこうボード持って待ってる、はいはい、そこからいるから、あそこから始まってるんですね。知り合いもね、海外の電気に一切行かないって人がいて、それからね、海外行くんだったらタクシーで、ね、やめときなって、うん、まあ最初はね、慣れてきたら別にいいかな、最初はやめた方がいいかもしれない。ちょっと電車の乗り方も分かんないし、やっぱ一人で行くのってないのかな。確かに電車の乗り方も分かんない、不安要素がありますね。そうだね。じゃあ俺最初どうしたのって話。確かに。俺は調べて自分で全部インターネットの力を使って調べました。便利な時代ですな。そしたら今結構ね、そのナビ的なブログサイトみたいなのが結構あって、うん、そういうとこ見ればまあなんとなく想像はつくんだよね、うん、ただ一番困ったのは Google の提供するストリートビュー、うん、はいはい、中国ないんだ、うん、わー Google 飛んであれですもんね、撤退してますもんね。 Google 中国は検閲で、ね、見れなくてないんですよ。あ、ごめんなさい。